ラリー2日目は晴れました。しかしルートは大きく変更され、 CP2 のジンストという村で SS はゴールし、そこからは急遽リエゾンでボグドのビバークへ向かいます。ちょっとブリーフィングに注目です。今回ってあのピストがあって前線上のピストなんですけれども、約135から140ぐらいで約40キロでボグドという町に向かいます。ディーゼルはボグドの町のガソリンスタートに向かってどちらに向かいます。行くところはちょっと難しいです。何年か前に使った時みんなそれが分からなくて、プリウスがトップでゴールしたなっていうか昔あったんですけれども、そしていよいよ今大会初めての SS が始まりました。誰もが解き放たれたように飛び出していきます。しかしこの日大きな波乱が待っていました。ラリーはこの日南に向かいます。ピストにはところどころ水たまりがあり、ルートブックにはいくつもの枯れ川があると記載されています。そしてどうやらその枯れ川には大量の水が流れているという情報。誰もが大地の感触を確かめるように、そして目の前に次々と現れる困難に対処できるように慎重に進んでいきます。川です。増水していてどのラインで渡るか悩んでいるのです。とそこに遊牧民のバイクが通りかかりました。こちらは二人乗り、躊躇なく渡ってしまいます。さすがにこれは。ここは SS の中ほど250キロ地点に設けられる RCP です。 RCP というのは給油と1時間の休憩が義務付けられているところ。かなりのコンディションの悪さにタンクローリーを引き連れた RCP 隊が予定時刻に到着できないというのです。
その連絡を受けたヘリのチームが心配してやってきました。ラリーのトップよりわずかに早くローリーも到着。無事にスタンバイができました。ラリーの選手たちが続々とやってきました。選手たちは泥まみれ。ルートのコンディションの悪さを物語っています。ゼッケン1番ボルドバートル選手です。トップからかなり遅れています。日野レンジャーも姿を現しました。こちらは松野さん。ちゃんとコントロールフラッグを通らなければなりません。こうやって荒野のど真ん中でガソリンが供給されます。ジムニーです。ゼッケン101番の尾上さん、そして100番の菅原さんがなんと同時に飛び込んできました。実は今回はこの2人がいくつかの物語を作ることになりそうです。さあスタートです。 RCP に到着したちょうど1時間後からスタートを切ります。ところがこのあと大問題が起きるのです。この目の前にある丘と遠く正面に見える山の間は乾燥しきったハイスピードピストのはずなのですが、なんとなんと巨大な湿地に変わっていたのです。ゼッケン101番の尾上さんが数台はその湿地に捕まり脱出が不可能なスタック。この日のうちにはリバークに帰ってこられなくなりました。
バークは美しい風景の中、やがて夜が訪れ、荒野に立ち尽くす選手たちの安否が気遣われ始めます。